ございます。おはようございます。すみません。ということで、今日はここ五反田にやってきましたけど、やっぱりね、五反田だとおばさまも弾けてますよ。そうだよ。テンション上がってるよ、そりゃ。五反田ですから。はしゃいでね、ついてく？ついてく。やめとこうか。この五反田に ABC マートのアウトレットがあるっていうことで、しかも扱ってるものは、その ABC マートグランドステージで限定ラインのものがあるじゃないですか。そのアイテムもアウトレット価格として出てるということで、つまりだから濃縮されたスニーカーアウトレットなんですよ。その専門店が1店舗であるっていうことで、気になりますね。これは面白いですよ。行きましょう。場所はわからないけど、僕はこれ携帯で撮ってるんで、なんか平日だと無料で送迎バスが出てるらしいんですよね、駅からお店前まで。ただ今日は土曜日なんで、もしかしたらないのかも。ボタン未来かな、未来の方に行こうとしてるのかな、うん、過去には戻れないから進もう。向かうべき道は未来なのかな。ここはですね、みなこさんに教えていただいて、おしゃれフィクサーレディのみなこさんに教えていただいて、僕、五反田来たことないですね。自分もないですよ。五反田は来ないですよね。なんか全然ありそうじゃないとこに来てますけど、これから高速入る道なんじゃないですか、ここ。そろそろ着くかも。あー、ほんとだ。TOC って書いてある。でかっ。ビルの名前なんだ、 TOC って。なるほどね。いや、これ言われなかったらただの企業の会社。あ、あそこにあるわ。ちっちゃい、今ちょうどトラック止まっちゃったけど、あ、あった。 ABC マットって書いてますね。なんか入り口ちっちゃいな。わからんて。この歩道が入り口閉まってるやん。向こうに渡る横断歩道がないやん。え？何ここ？袋工事になってんじゃねこの場所。ここが工事で閉められてて、先も行き止まりですもんね、ここ。え、何この場所？閉じ込められたやん。え？待って、なんかのゲームに入り込んでるのかもしんない、僕たち。閉じ込められた。下入るよ。ああ、こういう時の、こういうとこにね、入り口があるのかもしんない。こっからこう行ってあっちに繋がってるんちゃう。向こう側に渡んなきゃいけないんだ。ちょっとじゃあ、どうしようかな。ちょっとわかんない。もしかしたら動画上は良くない手を使うかもしんないから、一回切ろうか。一回切ろうか、うん。ここがあんまり車の通りが少ないなとか、そんなことは関係なくね。わかんないけど、どうやって向こうに渡るかわかんないけど、一旦ちょっと動画としては切っとこうか。あ、よく見たことある。なんかジャンプすると向こうにたどり着いてる。あ、そうね、そうね。うん、ジャンプするとこう向こうまでジャンプできるのかもしれないから、やってみようか。よく見る。はい。じゃあ行こう。せーの。はい、着きましたね。はい、ABC マットアウトレット。あそこにいたわけですから。あそこからジャンプして、こっちに今着きました。はい。なんかあれ、手前が店舗のこの場所で、その後ろマンションになってんですかね。オフィス？オフィスだね。なんかね、でもあんまり活気があるようには見えないですね。でも自転車がめっちゃ止まってるから、うん、この近くにいる主婦の人たちは来てんのかもしれない。そうですね。いや、でもなんか入り口寂しいぞ。もっとでっかいのかと思ってた。奥に繋がってんのかな、結構広いのかな。じゃあ、あとあれやっときましょうか。ジャンプで着いたところ。はい、着きましたね。はい、着きました。ABC マットアウトレット。では潜入していきましょう。はい。はい、どう分かれてんだろう。ブランドごとに分かれてんのかな。いや、混ざって、サイズごと。そうですね、プーマとかバンズとかアディダスとかバラバラですね。はい、アラチ。こっちはナイキで固まってますね。多分物によっては全然ドットコムよりアウトレットよりお得だったりするんじゃない？うん。ダンクとか。16。ニューバランススペース。バンズのセーラー服のやつがセールになってますね。ちっちゃいな。8000円。
なんで手に取るんですか。大きかったら買おうかな。あ、大きかったら約6,500円。わかんないですよ。サイズはあるかもしれないよ。バンズさらに1000円オフだって。在庫があるかどうかはアプリですぐわかるらしい。どうだったんですか、セーラームーンの在庫。ありそう。ありそうなんだ。ありそう。キャラが入ってる。がっつりの方をあれば買ってもいいかなっていう感じなんですか。やばいね、流れ的にやばいぞ。いや、やばくはないんじゃない。何、履く用、鑑賞用、どちらの。履こうかな。鑑賞用もやばいな、確かに。確かに鑑賞用も違う意味になってきちゃうから。在庫ある？ 28 点がある？いや、28でいける、バンズは。バンズの個性も理解してるやん。うん。約8000円ハーフキャブ。スタンスミス安くなってんのかな。元々がわからないね。でもこれ一番オーソドックスなエアフォースワンの白みたいなやつじゃないのかな。このフォーラムのローみたいなやつもあります。ジョーダン3 19,000円。でもアウトレットにないですもんね。そうね、うん、なんかあんまり見ないですもんね。結構前ですね、シカゴから、うん、お、ちょっと待って、いいやつあるんじゃない。はい、え？あ、でもこれなんかキッズサイズかな。13,000円だって。元が15,000円がそもそも安いですよね。 GS まあにしても女性なら全然いけますよね、うん、いける。そもそもないかもしれないですもんね、アウトレットも、うん、これも11か。16,000円、約2万。オンラインではあるけど、この店舗の在庫はなさそう。これはね、26.5 から下。その場合ここの価格で買えるのかどうかがちょっと気になりますね。そうだね。この530もカラーは違うけど、このこういう銀の感じで新しいのが出てましたもんね。5740。ソールがすごい柔らかい。めちゃくちゃ柔らかいですね。アウトソール硬いけどミッドソール柔らかい。この去年出たこの形のやつ出しすぎてめちゃくちゃアウトレットになってますね。わからないけどあんまりアウトレットにはないやつそう、うん、ね、定価3万円ですよ。でも多分普段こんな割引になるようなもんじゃないんでしょうね。定価3万ってことはメイドイン UK のやつじゃない。574もいいから。これも高いですね。これも定価29,000円。これもメイドイン UK ですね。でもこれ展示サイズ28ですよ。うん、コンバース約4,000円。定価が約9,000円とか1万円だからほぼ半額ですね、うん、今オンラインのアウトレットの方も見てみましたけど、このラインナップは多分なさそうですね。オンラインでも、まあ、もしかしてあってもここの限定価格になってるのかも。ここ限定のものと価格になってるんですね。今出てきましたけど、すいません、テイク2です。録画ボタン押し忘れてた。テイク2、わかんない手でもう一回繰り返すの、もう、なんかね。まあ見てきたら、いつも行くアウトレットのナイキ店よりも、ちょっと品揃えも違って面白かったねっていう。そうですね。うん。まあニューバランスとかもいろいろあるし。ニューバランスだけで言うと、あんまりアウトレットのニューバランスって、そんなにいいものないから、正直、うん。っていうことで言うと、まあ一つの場所としては面白いなっていう。そうですね。はい。あと、ナイキ原宿みたいな感じで、バーコード読み込むと在庫がわかるんですけど、そうですね。その在庫が意外とないっていう。そう。店頭にあるのは、本当23とか25ぐらい。28センチっていうのは一応どっかにあるっていう表示なので、それは配達っていうことで言うと、もしかしたらここではだから買えないってことなのかもしれないですね。そうですね。うん、だってここで買わないとその安い価格ではないわけですもんね。そうそう。じゃあ意味なくない？そうやな。
いやし、運よくサイズが見つかれば、めちゃめちゃいいですね。そうですね。ただ、ツムさんサイズ、メンズゴールデンサイズとかは意外とないっていう、セーラームーンのやつもなかったんですね。なかったですね。うん、あれば、ノリで買っちゃおうとは思ってたけど、うん、まあまあ、あるある、そういう、めちゃくちゃ安いし、あるなら、まあ、この動画のノリで買うなら買っちゃってもいいかなっていうのはある。この前の僕のララポート立川での、これのアママニエルカラーみたいなね。ガチで悩んでたからね。そういうのあるある。大きさとしては、見た目の店舗よりは意外と奥まであったけど、そこまで大きいかっていうと、そこまで大きくはないっていう。多分これ裏口っぽい。中にね、施設用の入り口があって。あ、こっちが裏口っぽい、うん、あ、この TOC のこの建物の、中にこう入ってくるのが正規っぽいんですか、うん、なるほど。まあでも ABC バートのアウトレット、行ったことなかったから、どういう感じなのか分かってよかったですね。まあ普段と違う。ものもあって面白かったです。そうです、はい、うん、渋いところにあるな。しかしお客さん、そういえば正直全然入ってなかったですね。入ってない。今日土曜日ですよ、はい、土曜日のアウトレットなんて言ったら激混みじゃないですか、はい、全然入ってなかったやん。 TOC ビルいろいろあるのかな。なんかなかなか見ないですね。このカテゴリーだけを店名書いてないっていう。カジュアル医療、宝石時計、とりあえずユニクロだけあるみたいなんで、ちょっと寄ってみましょう。ユニクロ結構春物になっちゃってますね。ジョガーパンツってまだあるんだ。ちょっと2、3年前に結構流行ったけど、ちょっと丈が短くてスニーカーが目立たせられるっていう。短足にも見えなくはないけど。ああ、これ絞ってあるやつか。そうそう。なるほど。あんまり履いてる人見なくなったけどね。つみさん、ユニクロの極暖とか着てるんですか？なんか。来てます。何？超極暖？ヒートテック。伸びるゴムみたいな薄い生地のやつ。これか。牛乳。出てます。これは今も来てます。そうなんだ。じゃあ、3段階中一番低いやつじゃない？これそうなん？多分そうじゃないかな。ヒートテック極暖超極暖ってあるんじゃない？知らん。なんかこれ、ツルツルじゃないですか？はい。でも裏地が起毛してあるやつが超極暖であるんですよ。うん、1000円安いです。あ、安いですね。いやにしてもだってこんな毎日洗うやん。まあまあそうですね。僕は毎日は洗わないけど。僕はシャワー出た後に服タオルも毎日洗わない派だから。おお。干しとく派だから。だって5つ買ったら1万円か。まあまあだから2枚あればいいんじゃないですか。いや。下は履いてるんですか？下も。あ、この超極暖じゃないやつ履いてんだ。ヒートテック。わあ、タイツの方も一番下の履いてるやん。あと2段階上があるんですよ。今、フリーザーのなんか、宙に浮くお椀みたいのに乗ってる状態やん。後ろ後頭部が長いフリーザーがあって、めっちゃつるんってするフリーザーがあるからまだ。伸びしろしかないじゃないですか。1個上げると値段結構変わるよ、これ。1000円高くなりますね。っていうか、ヒートテックめちゃくちゃ安いですね。上も下も790円なんだ。うん。極暖の定価199でしょ？定価は299だけど、設定価格が。おぉ、安くなってる。お、今、チョンスよ。極暖の値段で超極暖が買える。まさかのタイミングやん。そうやろ。ユニクロも見てきましたけども、結局超極暖は買わず、なかなか勇気が出せないでいるな。一歩踏み出せないでいるな、勇気が。育児なしやん。新しい自分に出会うのが怖いやん。1000円安いなんてことなかなかないですよ。程度199だよ。ああ、なるほどね。今まで700円のヒートテックを着てたものとしては、超高級品。まあちょっとね、一回帰って考えてオンラインで買っちゃうかもしれないし。すぐは決断できなかったけども、オンラインで行っちゃうかもしれないし、そこは皆さんで温かく見守りましょう。道間違ってんじゃない？なんかなかなかたどり着かないなとは思っていたけども。え、本当はどっちなの？あは、これ見たことある。あ、またまた未来を指した。行きも帰りも未来なんだ。やっぱり僕たちの行く道は全ては未来なんだ。シータ、本当にあっちにラピュタはあるんだね。本当に飛行石はあっち、あそこを指したんだね。いい回答だ。山育ちで目はいいよね。いいよ。ゴリアテが来ないうちに早く行こう。あれに乗れば大丈夫。あれに乗れば大丈夫だったのに、あれを通り越して僕たちはここまで来たんだね。